はい。それでは、第三段落、加算時についてからのお話になります。加算時におはし増しつき手ということで、いよいよ出家するお寺についたシーンになります。で、おはし増しつき手、ここを離してから、加算天のに対しての敬意ということで、で、身ぐしを下ろす、これ出家、髪の毛を剃ることを指します。で、せたまう、それをしなさったということですから、二重尊敬で、離してから、 加山天皇に対する敬意と。で、えー、それがね、終わった後に、粟田殿は退出しようという風に言ったんですね。謙譲語です。退出される方が今回高まりますので、粟田殿から加山天皇に対する敬意ということです。はい。で、これ、大臣と書いてありますが、ね、おととですかね。えー、藤原の金也、お父さんのことを指してます。変わらない姿、無体現は打ち消し。 全体形ですが、今一度見え、穴ももしてというふうに言っているので、事情を説明して、わた殿から説明される人ですから、これは党、当三条と。大臣か、ここはね、大臣って書いてありますかね。はい、大臣に対しての敬意と。で、必ず戻って参りましょうと。 いうふうに言っていて、なんかちょっと、やけに丁寧で嘘くさい感じの言い回しになってますが、これ両方とも、変わった殿から、加算天皇に対しての敬意になります。で、意志、今回意志ですね。はい、戻ってきましょうというふうに言っているシーンになります。趣旨形です。と、申し、たま行ければ、ね、申されたのが、 話してから、加算天皇。ね、申した人。ですから、こっちが話してから、慌ただ殿。言ったので、ですね。で、えー、我をばはかるなりけりということで、探偵と改革をついてるから、英端。ね、騙されていたってことに気がついたということになります。と言って、 まあ、騙されてね、出家したということなんで、泣いたという感じです。二重尊敬になります。はい。ね、話してから、加算天皇に対する敬意と。で、哀れに悲しき、異なりなということで、騙されて出家してしまったところに対する、ね、この部分。語り手に対する非常に、語り手がね、加算天皇に対する非常に、なんか大きな同情を表すようなシーンになっています。はい。で、体言にくっつくなりですから、これ断定。 言い切ってますよね。断定しています。なはなくてもいいので、これ、終止形という感じですね。はい。で、えー、まあ、こういうふうに同情していて、まあ、さらに同情するポイントとしては、出家を促すために一緒に出家をしようと言って、ずっとこういうふうに約束していたっていうのがね、これ、後々発覚するわけですが、加山天皇に対して、ね、あなたの弟子として使わせてくださいというふうに言っていたということなんですね。 このサブラワっていうのは謙譲語になります。はい。これね、謙譲語の用法としてえ、上に偉い人がいて、ね、お使いするの意味になったときには、これ謙譲語の用法になります。サブラワのね、謙譲用法です。基本はね、ですますとかで訳す、ね、あります、おりますで訳すんですけども、今回これ謙譲用法になってます。はい。使われる人誰かって言ったら、これは 加山天皇ですから、淡田殿から加山天皇に対しての敬意です。で、えー、おつ、お使いしようというふうに言ってますので、意思、終止圏と。と、ちぎりて約束して、ね。ただ、それがね、騙す。騙し、申し、たまい。 ですから、こっちは騙された方が高まるので、離してから、騙された加算天皇が高まって、こっちは騙した方が高まると。離してから、粟田の絵の経緯ということになります、まあ。とにかく恐ろしいことが起きたなってことですよね。はい。で、ただですね、これはやはりあの他の、ねえー、動画でもちょっと扱ってはいるんですけども、本当の黒幕は、 当、ね、三条殿というふうに言ってまして、この人は、ねえー、大臣と書いた通り、えー、これは金家のことを指します。金家が、ねえー、なんとか加山天皇を出家させて一条天皇を天皇にすることによって自分の政治的権力、ね、そういったものを上げようとしていましたけれども、跡、えー、取りとなる、ね、この粟田殿ですよね、えー、それはあの出家されちゃ困るということで、ね、これもしそんなことが。 えー、あっちゃ困る。するですよね。左辺。困っちゃいますので、下回る。ということで、尊敬語。えー、っと、当参上から、慌たたのもしなさってしまったらということで、危うさに、ねね、そういうことが、さ、ある。だからこれら辺、らへん。さ、あるが詰まって、猿になってます。らへん。 え連帯形でしょうかね。はい。うん、で、えー、その時にふさわしい人たち、まあそういう事態の時にに、ね、おとなしき、ふさわしい。ふさわしい。ね、誰それ、複数の人をぼかしてるんですけども、守れるね人たちをつけたと。むさたちを、ね、添えられた。うん、これ、尊敬語になります。添えられた。はい。 えっと、話してから、ね、東三条殿に対しての敬意ということになります。で、都の中では隠れていて、人目につかないところで急に現れたというふうに言ってます。で、これは守、守られている方が高まりますので、えー、護衛付けられてたのは淡田殿ですよね。出家されちゃ困るわけですから、淡田殿を助けているということになります。もし、押して無理やり、ね、えー などや、な、うん、し立てまつるということで、無理やり、ね、出家させられてしまったらということを言ってますので、ここは、話しているのは、東三条殿、ね。無理やり出家させられてしまうような状況になるのは、これはのま殿。まあ、出家させられなかったですけどね、それをさせないために、ね、刀を持った人たちをつけて、ね、ぞ。 守り申しけると。守り申し上げた。守られた方が高まるので、離してから、ただの、はい。で、過去。えー、連体形という感じで終わっていきます。はい。 こんな感じですね、敬語は結構たくさん出てきたんですけれども、まあ、あの一個ずつ丁寧にやっていけばそんなに難しいことではないと思いますのでぜひテストですね頑張ってください。これでね動画すべて以上になります。お疲れ様でした。